はい、炭酸水好きの俺のシュワシュワ動画、今回は、こちらです。こちら、ローソンストア100で売ってました、強炭酸水の、1300cc ml、はい。これが108円です。まあ、1.3 リッター入ってて、しかも強炭酸で、まあ、108円っていうのはなかなかないですね。うん。ただ、まあ、でかけりゃいいってもんでもないんですけどね。原材料名が水と炭酸。ですね。うん。じゃあ、あげます。まあ最近なんだかんだで強炭酸ブームがありますからね。うん。まあそれの。まあでもこれはほら。炭酸水いろいろ飲んでる人だったらわかるとは思うんですけど。塩化マグネシウムだったりとか、マグネシウムだとかなんとかかんとかとかナトリウムとかなんか入ったりするやつあるでしょ。まあそれではないんで、水と炭酸のみなんで、これはまあ、期待ができる。完璧。うん、かなり強めですね。うん。うん。あれ、昨日だか一昨日だかったが、飲んだ 1.5 リッターのやつ、やっぱあれだな。酸っぱかったんだな、あれな。うん。これは、炭酸なので、なんか、炭酸だから酸性だから、酸っぱいみたいな、感じだと思うんですよね。まあ、二酸化炭素が入ってますから。二酸化炭素っていうのは、まあ、酸性でしょ？多分。でも明らかにやっぱ違う感じですね。以前飲んだフランスのあれよか、明らかに、口に入れてるときは若干、まあ酸っぱいっていう感じはするんですけど、飲み終わったらもう一瞬でその酸味が、なくなる。うん。うん。味は問題ないんだけど、強炭酸って書いてあるんですが、実際飲んでみると、そこまで強炭酸じゃないような気はしますね。うん。割かし細かな、粗い系の、泡じゃなくて、口の中で、こう、ね、小さな泡という感じですね。うん。だから、ウィルキンソンの炭酸水は、もうすげえ粗いんですよね、あれ、味が。味っていうか、その炭酸が粗いんですよ。すごい、でかい。気泡がでかいんですね、あれ。これちょっとあれだな。炭酸弱いな、これ。うん。まあでも 1.3 リッター入ってるっては入ってるんですけど、ぶっちゃけこの 1.3 リッターを、ね、もう酒とかにまあ使ったとしてもですよ。この 1.3 リッターを、その一日で消費できるかって話なんですよね。当然消費できなければ冷蔵庫の中に入れます。で、入れたらもう絶対抜けていきますからね。うん。抜けていきますから。
まあ、1.3リッター飲みますっていう人だったら別にいいですけど。うん。俺の場合、だいたい、あの、500cc の、強炭酸水。あの、ボックスとか、アマゾンで売ってるやつね。まあ、500cc ぐらいがちょうどいいかなっていうのはあるんですよね。だからもっと飲まない人にとってはもう、あの、350cc とか 250cc とかでもいいみたいな。缶のやつ。特にしかも缶で。ペットボトルだとやっぱ若干抜けるんですよ。で、それ缶で、缶だとやっぱ抜けないんですよね。炭酸が。圧倒的に。だから、まあ、缶のやつとか、の方がやっぱり、炭酸は抜けにくい。とは思います。うん。まあ、なんでも、まあ、俺はちょっと 1.3 リッターこれ1日で飲みきれねえなっていうのと、炭酸自体ちょっとぶっちゃけ強炭酸じゃなくねっていう話なんですね、これね。うん、普通炭酸だな、これな。これは二つ星。ご視聴ありがとうございました。